はい、皆さんおはこんばんにちは、今日で、臨床工学特別大演習52回になりました。で今日も引き続き統一模擬試験の過去問の解説で、前回機械工学ができてなかったんで、今日はね、機械工学についてね、一通り重要な問題をピックアップして、というか質問があった問題ですね、それをピックアップしていきたいと思います。まず午前の問題では80番は、これはちょっとどうかないう問題なんで飛ばします、ね、あまり出ないでしょう、こういう問題は。で次の81番見てください。第2回の令和2年の第2回の統一模試の午前の81番をちょっとやっていきます。でまずですね、フックの法則についてっていうのがあります。法則について、フックの法則って何っていうのね、もう一度これを思い出してください。フックの法則っていうのは、基本的にはですね、 y イコール kx で x が伸びとしたら、f だな、これ力は伸びに比例する、バネのね、こうバネがあったら元の長さがに対して、この伸びた分引っ張って、この伸びた分だけねに比例して力が働くっていうのがフックの法則なんだけど、これを拡張して、つまりこう力は何に比例するかの考え、まずこう元の長さが長いほど力は小さくなります、ね、そして伸びに比例します。そして断面積に比例します。これ比例するマークですね。断面積っていうのは、これが例えば筒だった場合のここの面積を A とします、ね、力は元の長さに反比例して、つまり元の長さが長いほど弱い力です、ね、これはみんなだいぶ前に言いましたね、ゴム、輪ゴムを持っていってね、長い輪ゴムは伸ばしやすい、でも束ねた輪ゴムは伸ばしにくい。束ねた輪ゴムがなぜ伸ばしにくいかというと、断面積が大きいからです。OK、ね、で輪ゴムは持って入ってもカンニングになりませんから、輪ゴムを引っ張ってこう考えてみようっていう。そしたらこれから力は長さに反比例して伸びに比例する。そしてこれを断面積で割るって言ったら、こういうふうな形でまとめることができて、これがヤング率っていうんですね。ヤング率っていうものです。OK。ヤング率っていうものになると。で、これが何か言ったら、これを歪みって言います。歪みね。そしてこれが応力っていうものです。応力っていうものは力を面積で割ったもんです、ね、ここでみんなね、よくねこれ間違えやすいんですけど、力って書いてあるから力だろうと思うんですけれど、いい、力学でこれ材料力学では力のことを荷重って言います。力のことを荷重って言います。荷重と応力とは違います、全然違うものですよっていうのを知っとってください、ね、これはねよく引っ掛けられます、ね、みんな荷重と応力とことを、強さとも言うんですけれど、それを荷重とねかかった力と勘違いする場合が多いんで、ここはね非常に重要なところなんでね、気をつけてください。いいかな、荷重と応力とは違うよっていうことですね。であと応力の単位も気をつけて、単位は力を面積で割ったものになるっていうことです。いいかな、これが一つ重要なところになります。でヤング率、この式を使ってじゃあねっていうことです。伸びを計算する、これでここまで分かれば、でとりあえず皆さんにお勧めしておきたいのは、
この式がとりあえずなんかこの応力とか歪みの話が出てきたらこれをどっかに、まあ、書いてください、ね、どっかに書いてください、ね、それでこれの、よく分からなかったらこういった絵も書いてください、ね、でここの面積が A ですよ、この長さが L ですよ、でこれを力をかけて引っ張って伸びた分が X ですよ、ね、でこれとこれとがつながるようにね、これどっかにとにかく書いてやれば非常にね簡単にいけるわけなんです。でここでですね、この問題の81番に戻りますけれど、問題の81番は横軸がこの歪み、これをね歪みエプシロンって書きます。でこれを応力シグマって書きますね。そうした時に応力歪みセンズっていうものがセンズですね、センズっていうものがこう書けるわけですけれど、こうなってこうなるっていうのをね授業でやりましたよね。それで全くもってこの直線的にこう伸びる時のこの傾きがヤング率になるんですね。でこれは線形の断性変形って言います。線形の、断性変形ですね。でこういうふうに力をかけたら伸びると、でも力を取ったら元に戻る、それをね断性っていうんですね。それに対して力をかけすぎるとまだもう元に戻りません。これを永久歪みって言います。だから永久歪みが発生する領域はもう線形断性ではないと。というので A は合ってますね。 B はバネによる反力はね伸びに比例すると、だから合ってると。だけど永久歪みは発生しない。で高速応力っていうのはここですよね。あ、ここでごめん、ここですね、ここです。ここのずっと行って金属材料は一回こう壊れます。壊れた後伸びるんです ね、 壊れた後伸びる。まあここでいろいろな現象が起こるんですけど、それはまだ覚えなくてよくて、ここを高速応力って言います。高速応力よりも小さなところでないと成り立ちません。で材料の弾性は粘性とは違いますね。だからもう答えは A と B しかないよなっていうね、まあこれ知っとってください。そこでもう一つこのヤング率の話だけでは実はねもう大体もうお前まで国家試験出尽くしてるんです。でここ最近国試によく出てくるのがこれです。フォア、ソン、ヒ、ね、ヤング率について勉強したらフォア、ソン、ヒも一緒に覚えておきましょう、ね、フォア、ソン、ヒっていうのは何だろうね。フォア、ソン、ヒっていうのはこれを伸ばすとこうね縦方向に対してこちらが横方向ですね。伸ばすと L が、まあ、これデルタ L としますね。これが縦の歪みとしたら、もともとの直径 D はちょっとだけ減ってね、デルタ D だけ直径が減ります、ね、これはなんか引っ張ってみてください、ゴムかな。そしたらね細くなりますからね、前にキューッと引っ張ると細くなります。それでこのこっち方向をの縦歪みとして、縦歪みっていうのは L 分のデルタ L ですね。それに対して横歪みが直径分のデルタ D とします。だ EL 分の ED、 これをポアソン比って言います。縦歪み分の横歪みをポアソン比、つまり縦に歪んだ時に横にどうなるのかっていうことですね。なので例えばちょっと最近ハマってるんでついこの絵を描いてしまいますけれど、これですね。
シャって上から他のが乗るとどうなるか言ったら、縦に縮んで横に伸びますよね。OK。だからこの力を加えた方向の高さが L で、これがデルタ L だけへこむ。これが縦膝。それに対して横のが D で、これがデルタ D だけ大きくなる。これが横膝。それで、あの正体の場合は、これが、これもね、物性でよく出てきます。0.5 になります。正体ではね。では 0.5。でもね、あの生体じゃなく、例えば金属材料とか中があの中密でない材料ですね、モコモコしてるものとかだったら 0.5 よりもちっちゃな値。 OK。 であのポアソン比の問題もね、まあ、解けるようになっといてください。特にね、このどっちが縦でどっちが横かっていうのは非常にこの間違いやすいので、潰したものに対してどんだけ横に広がったかっていうね、まあ、こういった問題をあの解けるようになっとってください。まあ、具体的には例えばちょっと簡単にやってみますと、幅が 10mm で長さが例えば 100mm としますね。それをこう潰して 1mm 潰しました。それでポアソン比が例えば 0.5 でした。そしたら幅は何ミリメートル伸びますかいうふうな問題。こういった問題が最近よく出てきます。その場合はですね、長さが L で、この幅を D とします、ね。それで歪みがデルタ、縮んだ分がデルタ L で、それに対してこの幅が大きくなった分、これをデルタ D としたら、あの 0.5 イコール、L 分のデルタ L 分の D 分のデルタ D ですね。で、あの知りたいのはこれが知りたいんですね。そうしたらこれは D 分のデルタ D っていうのが 0.5 かける L 分のデルタ L、ね、でデルタ D イコール 0.5 かけるL 分のデルタ L かける D ね。だから縦歪みにポアソン比をかけたもの、これだけ縮むんだよと。まあこれはあの計算はしませんけれど、このプロセスはよく理解しておくといいと思います。いいかな。あの今までにね、国試で出た問題でポアソン比関係だと、この計算をさせるのが一番難しい問題。これはね、しっかりあの計算のプロセスを覚えておいてくださいね。あのポアソン比が与えられてます。まあ逆にね、これポアソン比を計算するのは簡単、単に縦歪みと横歪みを計算して割り算したら出てくる。まあ、逆にポアソン比が与えられててどんだけ歪むかっていうのは、こういう、これが、これを書いてまずこちらに直して、ね、それからあとは聞かれてるものをね、をあの答える、まあそういったプロセスで大丈夫です。 OK。 だいたいここ辺大丈夫かな、大丈夫かな、うん、あのよくね押さえとってください。あのこれ問題はね、見直すだけじゃなくて関連問題も含めてね、あこれと合わせてこんな問題も出たよなっていうのをね、広げていくっていうのがすごく大事になります。次にですね、問題の83番を見てくださいね。82番はあのこれはもうあの飛ばします。もうそのまんまの問題で、パスカル の、 あの定理を使うだけの問題で飛ばして、83番ですね。83番、これは、いい、あの何の問題か言ったらドップラーの問題です。ドップラーの問題についてはですね、あの解き方が、まあ、決まってますから、だいたいこれは解けるようになっておくといいと思います。僕はあんまりね、あのドプラの問題を、計算問題はあの期末とか出さないんですけれど、あの、まあ、解けるようにはなっておいた方がいいと思います。なんでか言うとね、やり方しとったらこれ特に誰でも解けちゃうんで、これ音源が速度が U で動いて、そして例えば聞いてる人ね、
耳とします。聞いてる人が速度が増えてると覚えてる。その時に一番よく出てくるタイプの問題が今回も出題されてます、ね、違うわ。一番よく出てくるタイプは音の周波数、ね、周波数はどう変わりますかいうのが、ね、よく出てくる問題です。でどういった問題が出ても解けるようにするにはこの式の成り立ちを理解しておくことが大事です。でまず大事なことはこう C 音速とします。音速はどこでも同じです。音速は同じです。なぜかというと同じ空間を伝わってるからね。だけどそれともう一つ同じ空間を使ってるから波長も同じなんですね。この音源と聞いてる側で音速は同じ、波長も同じ。特に波長は同じっていうのはよく知っておいた方がいいですよね。そうしたらこれ速さ、波の速さっていうものは波長かける周波数だったよね。となったら波長は波の速さを周波数で割ったものになります。OK。ここまで知っとってください。で、こちらで音源の音速っていうのは空間の音速は同じですけど、音源が動いてますから音源の音速は C-U になります。で、こちらではこちらの音速は C-V になります。そして波長はどうなるかって言ったら波長は C-U を周波数、音源の周波数で割ったものイコールね C-V をこれね聞いてる方の周波数で割ったものになる。なのでこうです。普通よく教科書に載った F' イコールの式が載ってます。 F' イコール C 引く U 分の C 引く VF、ね、これが教科書でこれをね丸覚えしてる人がめちゃくちゃ多いんですね。ただこれは引っ掛けられます。どっちがどっちか分かんなくなるんですね。どっちがどっちやってるけどね。そういう質問が時々来まして、これは覚えないでください。むしろこれとこれが等しいんだって覚えた、だからこうなるってしとけば、そうするとですね今回の問題も簡単に解けます。ちょっとやってみますね。まず音の周波数が 10% 高くは音源のおよその速度はって聞いてきますから、これが分かんないんですね。これが分かんない。でこれとこれとがこれは0ですよ。そうしたら F 分の C イコール F ダッシュ分の C だっていう、ね、こういう簡単な話を聞いてるんだなっていうのが分かります。そうすると C イコールを C で割ったものは F ダッシュ分の F だなっていうのが分かるわけです。 OK。 で何を言ってるかいうとですね、これは元の波長周波数より 10% 高くなるっていうことは10に対して11になったようなことですね。で音速は一緒です。 C 分の C引く U イコールこうなってて、それでこれは 音速は340ですね。だからこれは340で340-U こうなります。そうすると340-U に11をかけたものが3400になるっていうことになります、ね、となる と、速度っていうものはこれ代入したら出てくるんですけれど、ここがU イコールに直せばいいんですね。340-U イコール
3400を11で割ったものになって、そうすると U イコールっていうね、 U イコールにしますと、11分の、あ、計算がめんどくさい、今回の模試の特徴ですね、U イコール340-11分の3400、11分の3400がいくらになるかというと、3400がだいたい309ですね。そうすると X イコール、ほぼほぼ30、およその速度だったらね、メートルパー秒っていうのが出てくる。こう OK、 大丈夫かな、はい、ね、もうちょっとね、説明しますと、これここまではいいよね、ここまではいいよね、だからこれに代入してみます。そうしたら340-U を、340で割ったものが F が F' が 10% 増えたということは、10だったものが11になったということね、比だから、だからここを1対 1.1 としてもいいですね、だから10だったものが11になるとかね、まあ、1対 1.1 にしては小数点の計算苦手なんでね、僕はすぐこうしちゃうんですけれど、こういうふうな形にします、ね、そうするとこうなります、ね、これかけるこれはこれかけるこれに等しいよな、そしたら 340-U イコール11分の3400、ただX じゃない、 U イコールかな、これごめんなさい、 U イコール340から11分の3400を引いたものになって、まあ、ほぼほぼ30メートルパー秒かな、まあ、およその速度ってなってますからね、まあ、大体この時点で大体30ぐらいかないのが、まあ、見えるんですけれど、一応そんな感じで解いてみてください。いいかな、ここまで大丈夫、こういうふうにして解けばいいよっていうことでございます。さて、それでね、ここまではいいんですけれど、もしもこれをね、音についてはドップラー効果だけじゃなくてね、いろんなものが出てきます。ドップラー効果はまず文章題で聞かれた時には何が出るかっていうと、ドップラー効果っていうものは、これは電波は光でもあります、ね、つまり電磁波にもドップラー効果がある、音と同じようにね、まあ、これよく知っとってください、ね、波にはだいたいドップラー効果があるんだよっていうことです。そこでもう一つ音波つながりでね、ちょっと説明していきますね。音波つながりでちょっとね、言葉の問題で出た時に波が、ね、ドップラー効果はこういったもので、あとね、やまびこではありません、なぜか過去にこういった問題が出たりもしますが、まあ、それはそうとして、音っていうのは波っていうものにはね、まず縦波と横波があります。横波があります。それで縦波っていうものが、まあ、音波は縦波になります。音波はね、縦波になります。音波は縦波ですね。で、電磁波とかは横波になります。縦波横波ね、地震の揺れもね、縦波と横波がある。で、これはね、よく知っとってください。これで波の全般の性質として、ドップラー効果以外にこういったね、解説現象とか、あと屈折
あと反射ですね。この辺の言葉の意味ね、屈折と反射は分かるよね。あの音響インピーダンス、インピーダンスが違う界面で曲がったり反射。解説って何っていうのみんな覚えてるかな。解説っていうのは、解説っていうのはこういったものです。あのこういうか、あの仮面をからあが新しいこう尖ったところが新しい仮面になってこう広がっていくんです。そうすることによってこう来た波がこちらに回り込んでいく。これを解説って言いますね。あのこういった尖った部分が新たな波面に、あの 点がね、点がその点源となって、その波がね、あの橋々も回り込んでいくとね。だからこう怒られた時にパッとこれで隠してもね、声は飛んでくるわけです。今度はそこで何するとかやってもこうちゃんと解説して回り込んできますから。あのまあそんな感じです。いいかな。それであと、あの波にはもう一つ分け方があって、進行波と、進行波とあと定常波って、なぜか国史では定常波っていう言葉が出てくるんですけど、説明で見ると多分定在波のことを言ってる、ね、あの定常波と定在波は違うよって教わってたんですけれど、なんかその辺はどうでもいいみたいで、こっち向きの波とこっち向きの波がね、反対方向の波が合わさった時、こっちに進む波とこっちに進む波がこう壁面があると、こういう形で上下に上がったり下がったりするだけの波、これもまあ定在波って。であの国家試験の出題ではなんか定在波のことを定常波って言ってるんで、あのこれは気をつけてください。つまりその場合は向きが、ね、この進行方向が反転していると、進行方向が反転するあの2つの以上の波が重なり合ってできるのが定常波だよっていうね、まあ、そういったことを知っておいてください。まあ、大体あの言葉で言うとね、よく出てくるのはこんなところかな、こんなとこですね。いいでしょうかね。それで、次 の、 あの問題の80、これが83番でした。これはすいません、83番でした。次84番を見てください。あのこれも定番問題です。もうね、もはや定番問題で、あのこの手の問題が出た時には、あの必ずこうやって解くようにしといてくださいねっていうのがあります。一つは市民団内をピストンが移動した距離はいくらかよ。これはね、あの非常によく出てくる問題です。ちょっと書いておきますね。こうなってこうなって、ここがまあ体積が V1 とします。それがこう伸びて、ちょっと手を2つ描くかな、こう伸びて加熱したら熱量を入れたら伸びてこう V2 になるとね、これを求めてくださいということですね。その時にはこれを覚えて思い出してください。 T 分の T1 分の P1V1 イコール T2 分の P2 分と、ね、で、あのとにかくね、あのシドボの考えずにこれをどこかに書いてください。まずね、いい？これをどこかに書くんです。やり方を思い出すんじゃなくてね、もうあのあ、なんかシリンダー加熱体積が増える圧力がどう、これを書く、 OK、 そうしたらもう解けます。でこれで見て同じものは何かなってよく読んでください。ピストンの摩擦がもしできますと、それで1気圧の大気中にあるようで、これはどちらも大気圧だっていうのが分かっちゃうわけです。そうした場合に移動した距離はどれかっていうことなんですけれど、シリンダーは断面積は同じなので、もうこれを移動距離として構いません、ね、そうしたらこれは T1 分の V1 イコール T2 分の V2 になる。ただ V2 イコールに直しちゃえばいいわけですね。
V2 イコール1、T1 分の T に V1 になります。でここで気をつけてほしいのは絶対温度に直すことですね。もともとが273プラス27に対しても次が273プラス127かける、元々が30センチか、ね、っていうふうに計算してしまえば、こうするとね簡単に出てきますね。いくぞ。273たす127は400ですね。400分をこれは300ですね。かける30イコール30かける4割る3は40ですね。40センチメートル。つまりもともとが30センチメートルに対して伸びたものが40センチメートル。この計算プロセスはねしっかり理解しておくことで、ここで最後ね言葉のこれ引っ掛けです。これこれの変化はって聞かれる場合はこれを答えちゃいけません。どんだけ増えたかですね。これは30センチが40センチになったことは10センチ増えたっていうことね。これねめっちゃね国試とかで引っ掛けられます。これはよく気をつけてください。なんとかの変化はなんとかの差はって聞かれる。よく読むとそうだと。でも読まなかったらこちらの答えもちゃんと選択肢にあるんですね。気をつけてくださいね。こんなくだらんことでねここまで解いて間違えるのはバカバカしい、ね、いいかな。それで次今度はこちらの午後の問題をちょっと見てみたいと思います。これで最後の問題にしたいと思いますね。最後 の問題は午後の問題の80番ですね。80番、これはなかなかね奥行きのある文章題なんでちょっと説明しとこうかなと。引っ掛けるところが満載です。等速円運動の問題、ね、等速円運動の問題はもうすでに出尽くしているんですけれど、もう一回だけ、ね、説明しておきます。等速円運動っていうものはこういった丸いものをこう回転させる運動だと思ってください、ね、その時に向心力って何っていうことですね。向心力がこれが向心力ですね。向心力つまり中央部が常にこの半径方向ね半径方向に引っ張る力が働いてるね。昔ねニュートンがペストかなんかの時に田舎に帰ってぼーっとしててなんで月は落ちてこないのかなと。でいろいろ考えて気がついた。月は落ちてるんだと。実は落ちてる。なぜかと言ったら地球が引っ張ってるから。だけど周りを回っているからいつまでも落ちない。それが等速円運動なんですね。なので常にこう引っ張ってるよっていうことをそれを向心力って言うんだよっていうことですよね。それでここでみんなもう覚えてるよね。角速度がオメガラディアン秒の時のこの向心力力、これは乗っかってるこれから見たら外向きの力に見えます。それを遠心力って言います。遠心力、回転させられてる方は外向きの力が引っ張られてる、下向きに引っ張られてるからね、反対。それで釣り合ってる。それは遠心力と言います。それは MR オメガの事情だ。これはもうみんな覚えておくな。質量で半径があるとしたら MR オメガの事情、ね、これはねとにかく空っぽになりかけたドレッシングとかがあったら
MR オメガの事情ってこう振り回してください、ね、今日からね、あのバカだと思われて MR オメガの事情ってあのやってたら、あの娘の前でやってたら、その蓋がぴょんと飛んで中身が全部出てですね、娘がバカじゃないってあの言われたことが今でもあのトラウマになってますけど、あのこれはもうみんな覚えてると思う、国試前だからね。だけどこれで覚えてるとしてっていうことです。あのそれでよく見てください。これはね、あの誤っているのはどれかっていう、慣性力ってじゃなくて、これは何かっていうと外力なんですね。外力、ある失点に対してこちらの方に常に行こうとするのが慣性力なんですね。慣性力、つまりこうすっ飛んでいこうとするのが慣性力、それに対して向心力っていうのは外力になります。だから違うよっていうことですね。それでこれはあの失点にする仕事っていうのは仕事ですね。仕事っていうのは力かける距離です。つまり力の働く方向にどんだけ動くか、これは半径が一緒だから力が働いてる方向に動かない。だからこれは仕事は0、10度になりますね。回ってるから仕事してるように見えるけど、実はね、あの仕事は0、10度になる。だからこの B はあって、失点の比例数で、ここなんですね。あのここからがね、あのなかなか面白いんですけれど、収束度の事情に比例するって書いてますけれど、これはあの合ってるんですが、あのこれでですね、あの半径の話が出てこないのはまあいいんですけれど、これをね、もう一つは V、 ここの収束度っていうものはこれですね。収束度はまあ V とします。だ V イコール半径に角速度をかけたもの、これもね、あの隠れ重要な式です。だからこれをここに放り込んだら、あのオメガイコール R 分の V になるので、 F イコール R 分の MV の事情になります。 OK、 R 分の MV の事情になる、ね、これ失点の、だからこの収束度の事情に比例するってあるんですね。で失点の収束度の方向はこっち方向、これは慣性力が働く方向です。それに対して直角方向なので E が間違っているとね。だからあのこの回転運動がどういった力が働いているかが分かってないと間違えるね、まあ、面白い問題です。でこれもう一つね、あの僕が出すとしたらみたいな、これを聞かれると意外と答えられない。回転運動の加速度はって聞かれたらどうなります？加速度っていうのは、いい、力イコール質量をかける A のこれです。だからこれで見るとこれが加速度になりますね。あのこの手の問題でよく出てくるところ全部今ピックアップして説明しています。だからこれも加速度になります。加速度ね、加速度はって聞かれたら R オメガの事情ね。でだからあのケチャップが飛んでいくときに R オメガの事情の加速度で飛び散っていったわって思えばいいんですね。であの収束度が与えられてたら R 分の V の事情の加速度でケチャップが飛び散っていったと、あとが大変ですけどね。 OK、 加速度はって聞かれたらこの力を質量で割ったものが加速度になるんだよっていうところを、あのぜひともぜひともね、しっかり押さえておいてください。だからついでに言うと、こういったものが与えられた時の加速度を計算しろという問題がよく出てきます。例えば半径があの1メートルと1メートルですね。であの速度が10メートルパー秒です。の収束度10メートルパー秒で回転している、この回転に更新加速度はいくらって言って聞かれたら、1メートル分の10の事情イコール100メートルパー秒の事情
ていくんでね。OK、こういうな形で簡単に出てくるわけです。あの力が効かれる時だけじゃないですね。いろんな速度が効かれる時もあります。例えば速度はって聞かれたら半径が、ね、各速度オメガがいくらって。その時の収束度はって聞かれたらこれを使ってください、ね、だからこの3つぐらいしか出てきませんので今までの国試と同じ難易度のレベルだったらね。だからこの3つをあのきちんと使えるようにしとけば大丈夫です。 OK、 まあそんな感じですね。あとは、似たような問題が多いので、まあ、今日はこんなところにしておきます、ね、あとはあのちょっとわからないのがあったらまた聞きに来てくださいね。よし、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。一緒に造船してくれてありがとな。